においがたは、日本の京都、東山に存在する山。標高四百七十二メートルで、山頂は、京都市左京区淡田口においがた町。他の表記、古称は、においがたけ、におい、岳においだけ、いが、峰、においさなど。またにおいがたは、京都市左京区と滋賀県大津市の境ともなっており、四死形にから池の地蔵を経て、温城寺へ至る山道は、におい。 星と呼ばれ、これは京都近海の近道とされ、匂いがたの戦いなど、合戦の舞台になったことがあるほか、城石も残っている。また古来より信仰を集めた山であり、山中には、かつて大規模な山岳寺院、匂い寺があった。司法として、標高465.4メートルの大文字山があり、8月16日に取り行われる。 京都の伝統行事、五山の送り火の大文字として著名であり、逸話も多い。この大文字山はその山頂から京都市内を一望でき、ハイキングコースとしても人気がある。本校では、如意型家と同時に、四方の大文字山とその斜面で行われる五山の送り火なども合わせて解説する。大文字山ひどこより、西方向。京都盆地を望む。大文字山頂より、 南西方向を望む。大津市から見た尿意がたけながら山。山中の地図。送り便の日床は、自称寺と大文字山山頂の中間あたり。京都東山の一方で、東山の手法。標高472メートル。比叡山を東山に含むか否かについては、書路にあるが、含めないとした場合、最高峰が尿意がたけである。京都府と滋賀県の県境に位置し、 3域は、北白川、浄土寺、獅子形にまたがる。京都側の麓はおおよそ、今出川通や丸田町通りの東端。京都市佐京区北白川、銀閣寺、浄土寺、獅子形にあたり。滋賀県側はおおよそ、大津市、長良山、恩城寺近辺。北は、白川の上流部を挟み、比叡山四方の市名だけ。南は、南禅寺、山し区となっている。 五山の送り火の筆頭、大文字として著名で、また山中に、かつて御城寺の別院であった、如意いなる、大規模な寺院が存在するなどしており、現在でも山中には信仰の対象となる施設が多い。また山上からの眺望は素晴らしいものである。名称の語源については、諸説あるが、一つは、諸社根元気に曰く、日人岩戸を出てさせたまいてそのお光現れ、 出てたりけるを、八百万神喜びて見ないのごとくなると、千筆氏より、如意いとなつくが、名称のもとというもの。今一つは先日の、如意いが由来であるとの説。なお、古い文献では、如意いの山、如意いが、峰などのほか、不創経過史では、如意い宝山、日時記事では、東山浄土寺山、などの記述が見られる。要修不死、にい。 学ではこれを東山の頂とし、如意いの額もこことしている。しかし、こちらでは、送り火の言及はなく、別項目である、自称自産で送り火に言及している。大文字山山頂は、如意いが竹山頂の西方 1.3km 強の位置にあり、標高 465.4m。山東三角点が設けられている。 呂伊ヶ岳と大文字山は混同されがちであるが、現在では別の山である。京都市内からは呂伊ヶ岳は全く見えず、大の字の見える山は西側の大文字山である。古くは両山を同一視する向きが強く、この周囲の山海を呂伊ヶ岳と呼んでおり、江戸時代の書物では呂伊ヶ岳で送り火が行われる、呂伊ヶ岳を俗に大文字山というなどといった例が見られた。 1791年、上沢定館の沖縄草では、如意法と大の字の持った浄土寺山の二山が並立している図版が掲載されている。その後、大文字の送り火が定着するにつれ、それが行われる司法が独立し、大文字山と呼称されるようになったという。近年も混同は続いており、両山は同じものであるとも、もともとは如意が竹であったが、 大文字の送り火が著名になり、大文字山と呼ばれるようになったとも、如意イガ家の西側、または、中腹の通称が大文字山であるとも言う。大文字保存会内でも、同一視する者がいるなどするという。なお2003年の資料によれば、大文字保存会は公式には、送り火を行う山を、大文字山としている。如意イガ家、大文字山界隈は、ハイキングコースとして人気がある。 山頂までは様々なルートがあり、また京都市から大津市まで踏破することも可能であり、鉱物収集コースとしても有用なものである。特に日床からの京都方面の眺望は素晴らしいものであり、京楽第一との呼び名もあり、送り火が行われる五山のうち他の四山をすべて眺めることができる。山頂からは天候が良ければ大阪の高層ビルや 遠く基礎竹山などを視認できる場合もある。一帯は、レクリエーションの森、第一種風地地区、大文字山歴史的風土保存地区、東山長寿保護区、風地地区特別集計地域などに指定されており、市内からひどこを見て向かって、左手、銀閣寺山、または、月町山を中心とする23.89ヘクタールに、ついては、銀閣寺山国有林となっている。 行者の森の非近辺、銀閣寺北からの登山道。ふもとに近い部分、銀閣寺北からの登山道。砂防ダムの右手。この石段を登りしばらく進むとひどこ。大文字山三島三角天京都側からの主な入山口は、自称寺の北側、浄土院、八神社及び、行者の森石あたりからのもの。眺望の良いひどこまでは30分程度。 大文字山山頂まではさらに20分程度。フィールドガイド大文字山によれば山頂まで90分程度。大の字の左側に出る形である。砂防ダム、千人塚を経由し、大の字の左手に到達。大文字山頂までは今しばらくの距離がある。大文字山山頂を越えて、しばらく東に府を進めると、四つ辻に到着する。 老門の滝都志宏総図中世の筆詞型に礼漢寺、随行院付近からも入山が可能で、御城寺に至る道は、如意い虎と呼ばれた。ストックや持ち人王などが用いたゆかりがあるほか、合戦にまつわり言及されることがある。このルートは千人塚近辺で、自称寺からのルートと合流することもできるが、そちらと比較すると若干きついルートであるという。 また自称寺からのルートに合流せず登り続けると、如意寺由来の老門の滝がある。さらに登ると、1935年9月、または1944年に、平家物語などにちなんで、祇園十二段家、西垣聖之助により建てられた、高さ3メートルの石碑、春閣草図中世の碑がある。周辺に桜も数百本植えられ、 平氏桜とも言われたが、1957年には、すでにその数をかなり減らしているという。また、石踏みの下には、硫黄島の石も埋められた。また、近辺の谷は、春閣らの団合にちなんで、団合国と呼ばれ、これについても石碑が建てられている。このルートは、ひどこは通らず、大岩を経由し、大文字山山頂より、東の四つ筋に到着する形である。 南禅寺付近、毛上げの日向大神宮からの入山は、脇道が多いが、これは、京都一周トレイルの東山ルートでもあり、道標が完備されているため、安心して、ハイキングを楽しむことができる。このルートもひどこは経由せず、一旦は、京都から見て、裏手になる、四つ辻に到達する。標高差は、約413メートル。自称寺付近に下山するとすれば、 皇帝はおおよそ3時間、内市3時間20分程度である。京都側からの以上3つの登山道は大文字、三等方、四つ、辻近辺で一旦合流し、大津川へ向かうのであれば、改めて、さらに東に分け入る形となる。山品からの入山は、山品駅北方、山品川の上流安城寺川のほとり、微車門道付近からのものなど、途中で南寺、南 木上げルートと合流し四つ辻に至り、微車門堂から大文字山山頂までは約90分。四つ辻西より、如意い岳山頂を望む。山頂は大阪航空局大津航空無線標識所に占有されている。大文字山山頂及び四つ辻東はおおよそ雨神社を通過し、如意い岳山頂に至る。ただし山頂には、 大阪航空局大津航空無線標識書があり、立ち入りは制限されている。なお、阿弥神社から北へ向かうと、池の地蔵、薬草園があり、その北方は、比叡平である。この付近から南東へ向かえば、山品盆地へ東にルートを取ると、滋賀県大津市に入り、三子山カントリークラブ近辺を経由し、長良山温城王寺に至る。大文字山では、 2017年に10件、2018年に9件の遭難が発生。2014年から2016年の2件から増えた。京都観光や登山の人気が高まり、軽装で入山する人が増えた影響が指摘されている。大文字山は送り火のひどこが京都市街から見える近さであるものの、脇道や山階の連なりで方向感覚が狂いやすい箇所も多く注意が必要である。 太閤岩大文字山と尿意がたけの両線を境に、北側、比叡山との間を花崗岩室が占め、そこを白川が流れ、白川扇状地を形作る。南側が丹波総群と呼ばれる大石岩。その境目はホルンフェルスとなっている。すなわち風化しやすい花崗岩が侵食され、そうでない部分がそのまま残った結果、尿意がたけ、大文字山から、 冷エ山にかけての産業が形作られたものである。大文字山、匂いがたけについては、紅葉樹を中心多様な植物が見られるが、北部については前日の通り加工岩自体である。この区域については、風化が激しく植物は極層に遷移するには至らず、また土壌も痩せており、赤松、奈良な,などが多く見られる虹林となっている。 また、三西土壌によく見られるツツジ花植物なども生育し、赤松林ではかつては、松茸も多く見られていたという。その他杉やヒノキの植林地などもある。なお、東山国有林は、明治初期の謝辞上地令で、謝辞から国に管轄が移ったのであるが、その際に、謝辞側が、せめて木材を伐採、売却してから返還を行おうとしたため、伐採跡となってしまった。 その後の伐採禁止令後まず赤松が成長し、昭和初期 C には東山国有林の70%が赤松で占められていた。そしてその後 C 林へと植生が遷移していったという。2007年現在松の大戦中による松枯れの被害などもあり、東山国有林の西側は大部分が C 林となっており、今後も拡大が続くと見られている。 これについては景観を乱すとして対策が協議されている状態である。ただしこれは東山国有林全体の話であり、必ずしも銀閣寺国有林に直接当てはめられる話であるとは限らない。その後、東山国有林は1994年ユネスコの世界文化遺産に清水寺と自称寺が登録されたことにより、全域が 世界文化遺産貢献の深林に設定されている。大文字山に生息している。哺乳類は大型では、日本ザルイノシシ、キツネ、タヌキ、日本ジカからムササビ、日本天数種類のコウモリ。小型では何種かのネズミに至るまで、18種、ないし20種程度。最もよく見られるのはムササビであるという。野鳥も多く見られ。 フィールドガイド大文字山にも数十種類が挙げられている。昆虫類は、クワガタムシなどが見られる。大文字山に生息するクロシジミは、京都では他にこの近辺の音は3、比叡山にしか生息しておらず、絶滅の危機にさらされているという。大文字の送り火浄土院大の字の中心、カナオのヒドコカナオにある、工房大指導、大三角、右の流れをカナオから望む。 第一角をかなから望む、銀閣寺からの登山道を登り切った人物が見える。焚き木を運搬する、リフト毎年8月16日、19時半頃には、大の寺の中心にある、工房大師堂で、行事、半夜心経の度胸が開始され、20時から、大の寺の送り火が行われる。運営は大文字山麓、浄土寺界隈の民間人らの組織する保存会が行っている。 ちなみに、ひどこ周辺は、昭和13年、26年の地形図では、大文字霊場と記されている。また、京都小路物語によれば、辺りの面積は7000坪程度であるという。この送り火は、本来の裏本の送り火としての意味だけではなく、との安寧や悪霊退散を願うものでもあったともいい、家内安全や無病息災なども願う伝統的。 包括的な宗教行事である。大の字は、第一角の横棒を一文字といい80メートル、第二角の左払いを、北流れといい、一文字より上に突き出した、字頭部を含め160メートル、第三角の右払いを、南流れといい120メートル。ひどこの数は、大の字中心より、上が9、左が8、右が10、左払いが20、右払いが27。これに、 大の字中心の、かなおを加え合計で75。他に妙法、左大文字、船形、鳥居形でも行われ、これらを合わせて、五三送り人し、京都の夏の風物詩の一つである。現在は20時ちょうどに、五三の先頭を切って、この大文字が全ひどこ一斉に点火され、25分から30分、程度燃焼する。なお、ひどの所在地は、 京都市左京区上土寺七回り町一。なお、日本が太陽暦を採用してからは天下は二十時に行われているが、それ以前、旧暦の時代においては、約一時間前、太陽暦採用後で十九時頃に天下されていたという説が、二千十四年、在野の研究家である、青木博彦より提唱された。これは、元織のリナが百五十六年、在京日記に、 送り日当日、ある人物の家を訪れたとあるが、この時に月が出るのを見たと記されていたことが、きっかけとなっている。京都市の標高や国立天文台の公開数値から、計算すると、当日の月の出は20時6分頃と推定され、日記の期日から、元織の足取りを推測した結果、元織が山上大橋で大文字を見たのは19時16分頃としている。 また、送り火の燃焼時間を20分と推定し、19時16分頃にはまばらに消え残っていたと記されていることから、点火時刻は、その20分前の18時56分頃としている。なお当日の日の入りは18時46分であり、よって点火は、その直後に行われたことになる。また日暮れは19時22分であるから、その頃にはすでに消火していた。このため送り火は、 現代のような夜間ではなく夕方白母に行われていたことになる。青木は他にも1603年、慶長日堅六や1864年、花落名小図絵も分析し、明治時代に至ってもしばらくの間は19時頃に点火されていたと結論している。また、当時は現在のように携帯できる照明器具が発達していなかったことも影響し、 白母に行われたのではないかともしている。なお1780年、都名書杖でも、送り日の紹介には、毎年7月16日の夕暮れと記されている。大文字山で燃やされるのは、焚き木が600束、松葉が100束、麦わらが100束。要する赤松は25本、約4トン。前日の8月15日正午頃より、自称時の門前でご巻を受け付けている。 焚き木については、主に大文字保存会が管理する大文字周辺及び、それより上部の約12ヘクタールに及ぶ共有林のものが使用されるが、近年、松食い虫による被害や、時代の流れによる赤松林の手入れ不足、土壌の肥沃化による影響などもあり、赤松が減少。植林を行ったり、隣接する銀閣寺山国有林から融通されるなどして、 対応している。核ひどこについては古来は杭を立てそれに松松を祝えたものとなっていたが、漢文、遠方年間には、焚き木を積み上げる形に移行した。近年までは単に土を掘ったところに焚き木をいげたに積み上げたものであったが、1969年以降、ひどこについては、細長い用や石を二つ並べたものに焚き木をいげたに積み上げる形となっている。 き木の間には松葉を詰め、周囲には麦わらを立てかけ、添加を行っている。各個の受け持ちは原則として1個が2章で、負担を均等化するためか、古くから交代制になっている。大の中心である、金尾は4個、大の最上部、あざ頭のものは2章1組でこれを2個で受け持つやはり、大きなもの。また、担当したひどこの燃え方が悪いとその家に不幸が、 続くとの言い伝えもあるという。滝木は毎年2月に切り出され、4月から翌5月までひどこ、近くの倉庫で乾燥させ、ふもとまで下ろし、各家庭で保管。8月16日に再度ひどこまで運搬する運びとなる。年1回の送り火のために、多大の準備を要し、切り出しの他にも、各所の下草や雑木の刈り取り、近年比較的入手困難な麦わらの確保。 ひどこの維持管理など多岐にわたるものであり、また地元民も現在は農民というわけではなく、作業への慣れの問題もあり、負担は大きい。2004年、京都、日の最時期によれば中心メンバーはほぼ毎週の土曜、日曜、その他は年間平均約10日をボランティアに当てている。送り日当日の作業人員は、総計約300名。雨への備えのため、 ひどこへの焚き木上げは当日まで行われない。かつて作業者は一週間前から、木浴、手肉たちなどを行い、当日には一束1 0ラムの巻き束を一人二束、担いで1 5キロメートルに及ぶ山道を4回、登ったというが、1972年にはこれに代わり、約4 0 0ルのリフトが設置され、途中からはそれを用いている。また送り日当日には事故に備え、 消防及び消防団の協力も見られているほか、京都市文化財保護課職員による立ち会いもあり、関係者が消化を確認してから下山するのは、22時以降になるという。送り火の由来については、諸説あり様々な文献で様々な説が見られるが、送り火という性質上、仏教が伝来市民衆に深く根付いた時代より、後のことであると考えられる。また公式な記録が見られないことから、 異性者、権力者の側ではなく、民衆の側より発生したのではないかと見る向きもある。送り火について言及している、最も古い文献は、慶長8年の慶長日権録7月16日に、山々とお役と記されているものである。その後、江戸時代に発刊された各種の都案内本の類では、ほとんどで送り火への言及が見られたが、なぜか地図への反映は遅れ。 小松郎に売れば1709年の経ー図が最も古い。また、新鮮京都名所図では、尿意がたが送り火の山として選ばれた理由を、この山裾一帯が埋葬地であったがゆえに、それにふさわしかったのではないかとしており、京都市の地名ではそれに加えて、この山が落中のどこからでも見ることができたからではないか、と申している。大の字の意味についても、やはり諸説あり。 大の字を人の五体に見立てたとの説もあれば、仏教法上学でいうところの、次第、すなわち地、水、火、風が由来であるとも言われ、大の字が五方星を表す。さらには、この五方星は北進、すなわち北斗七星、または北極星になぞらえたものであるとの説もある。ひどこの数は五位七十五法、すなわち七十五の煩悩が由来であるとする説があり、 地元の浄土院もこれを採用している。ただし古い文献によれば、ひどこの数はまちまちであった。幼州府市では72、または59余り、京都坊目市では69章などが、その一例である。岡崎の祖水園より大文字を望む。大の字の筆者についてもこれも、また諸説あり、前述のこの絵説であれば1662年案内者によれば、この絵の豚だの、 1658年、落葉名所集によれば、昭霊院門主の1684年、遠藤ドロフ、または1711年、山修明石氏》によれば、昭国寺の横川和尚の筆などとされ、1684年の、陽州府市でもビュー伝が王子と紹介されている。また、大の字の向きについては、昭国寺または、室町御所を向いているという説、または、 特に五所の池に移るように向いている説や、一条通りを向いているという説などがある。ちなみに、大の字は丸田町通りあたりより、伊南はだんだんと見え難くなり、三条通りからは半分程度しか見えない。一見、平の字に見えるため、かつては外国人観光客が京都の頭文字だと勘違いするようなこともあったらしい。この不自然体についての参考文献は以下を参照。 元々は、京都のあたご郡浄土寺村、浄土院団下の農家が、送り火の行事を維持していた。2000年現在の地名で言えば、左京区の銀閣寺町、銀閣寺前町、及び浄土寺、東田町、浄土寺、南田町、浄土寺石橋町といった地域である。現在は、特定非営利活動法人、大文字保存会が、管理、運営に当たっている。 1995年の文献によれば、少し前までは財源の確保にも苦労しており、寄進者を探し歩く始末であったという。なお担当する家は、文献によるが50個前後であるとのこと。太平洋戦争下にある1943年、主として連合軍の空襲への備え、防空上東下管制上の観点から、送り火の点火は見送られた。 屋外での焚き火等が禁止されており、空襲警報発令時に即座の消火が困難であると見られたためという。そのため、同年8月16日は、早朝より、第三近隣小学校の児童400人と、その他一般人400人、計800人が白いシャツを着用し、大文字を登り、ラジオ体操を奉納し、これに変えることとなった。当時の京都新聞では、 英霊を送るともされている。翌1944年には、西木林小学校及び、第2、第3、第4近隣小学校の児童が一文字を表し、1945年も中止となっていたが、終戦より1年余りが過ぎた1946年8月16日には4年ぶりに送り火が行われた。2012年3月11日午後には、 前年発生した東日本大震災の追悼のため、第三近隣小学校児童及び地元住民ら約400人により白い紙で大の字を作った。なお、陶器積雪時、大の字が白く浮かび上がった様子を雪大文字という。1962年、送り日に対する京都市の助成金が少なすぎ、また人手も足りず、崩れたひどこの補修もままならないこと、死が、 地元民の会談の要請を無視して、大文字のふもとの韓国学校に建設許可を与えた、ことへの反発により、8月12日、大文字保存会は、送り火の準備作業である山道とひどの整備を停止。8月12日、総会での投票の結果賛成多数で、送り火の中止が決定、添加はせずに、大指導でのごま法要だけを行う見込みとなった。また、 翌13日には地元有志70名が市に韓国学校の建設中止を陳情。この年は折しも阪急京都本線の延長工事のため、祇園祭りの山ぼこ巡行が中止となっており、京都市は説得を開始。京都市が韓国学校に工事の中止を勧告したほか、今後の協力の見込みが立ったことや、市民からの寄付金が寄せられるなどしたこと、 また十四日朝から京都市が労働者五十人を教室し賛道の整備作業を開始し、さらに保存会役員や地元長老が説得に動くなどした結果、十四日夜の総会で一転、満場一致で送り日の欠航が決定し、送り日は無事に転化された。九百八十年二月、火炎、残り日の消火、及び万が一それがある衣装に及んだ時などの責任の 所在を問題とし、また、前年7月よりの申し入れにもかかわらず、し、消防当局の対応に誠意が見られないことを理由に、大文字誤算保存連合会は、送り火の中止を決定した。これまで、消防側は、火をつけた者が責任を持って消火するべきであるとしており、また万が一の類承時には、地元民に、すべての責任を負わせる形となっており、保存会側は、 過重な負担を強いられていると主張。結局は5月に京都市が残り日に責任を持つとすることで合意し、送り日は継続されることになった。このほか送り日当日の一般人の立ち入りも制限されることとなった。大文字は、節目節目の刑事などで転嫁されることがある。ただし現在、地元では、このような転嫁には抵抗が強いようである。 1963年には、翌年に予定されていた1964年、東京オリンピックも絡めて、ひどこを新調し、さらには前夜祭りを模様した上で、天下寺には、京都府仏教会により、市内の各寺院が鐘を鳴らすなど、大きな規模で、送り火が行われる予定で、比叡山などにも多くの見物客が詰めかけていた。しかし当日の京都市中心部は16時半頃から、 集中豪雨に見舞われ、浸水や停電などの被害が発生。他の四山については決行されたものの、大文字山では、身動きも、ままならないほどの豪雨に見舞われ、天火の準備も、ままならず、翌17日に延期となった。当時の京都新聞によれば、大文字のみが中止したのはおそらく初めてではないかとの、ことである。ところが、翌17日も、断続的な豪雨に見舞われ、 やむを得ず、甘いを塗って、予定より25分前倒し、19時35分の点火を決断せざるを得なくなった。しかしながら、それについての広報が万全には至らず、市民の多くが気づかないうちに送り火は終了。見物客もまばらといった次第であった。その後京都市役所などには送り火はまだつかないのか、との問い合わせが寄せられたが、 もう終了したと告げられた市民は憤慨したという。その他近代では1913年、豪雨のために18日に延期されたとの伝承があり、1935年は夕立のため16日には、左大文字と船形のみしか点火できず、大文字の送り火は翌17日に延期された例がある。1963年の京都新聞によれば、 1934年と1935年は、台風での倒木のため延期されたとしている。尿意ヶ岳は、京の東の口、京と大津をつなぐ経路の一つとして要衝であり、尿意城、尿意ヶ岳城、あるいは、中尾城と呼ばれる城が築かれていた。正確な所在については、諸説あり、自称寺の裏にあたる中尾山とも、尿意ヶ岳と大文字山の間であるとも言われているが、 現在は二つ存在したとする説が有力である。一つは、中尾城と呼ばれ、尿意家の北西の四方、中尾山に移行が見られている。1549年には十二大将軍、足利義春及び細川晴元が築城を行ったとされ、万象院伝あのうではその異様について、名城であるなどと言及している。義春は、翌1550年5月に没死。 着南の十三大将軍、足利義輝は7月にこの城に移り、三好長慶軍と京都で戦闘を行ったが、11月に落城、消失した。京都市遺跡地図台町420。もう一つは、如意ヶ岳城などと呼ばれ、如意ヶ岳山頂、大文字山山頂付近。大人木巻山、大人別っまたは、大乗院寺社雑事記によれば、 1469年5月に、田が高棚が尿意ヶ岳に布人したとの記述がある。高級的な築城がなされたわけではないとみられるが、現在も、空堀や土塁などの遺構が残っている。京都市遺跡地図台帳423。隣接地域には、将軍山城、東岩倉山城など、他にも山城が見られる。かつて、尿意ヶ岳山中に大規模な山岳寺院があった。 これを、にょいじまたは、にょいりんという、大海の恩城寺天台州の別院で、比例三千棒の一つ。回帰は、エ鎮であると伝えられ、多くの文献でもこの説が紹介されているが、エ鎮に関する文献では、にょいじの草原について記されていないことなどから、これを疑問視する向きもある。長良山から獅子型にまで東西8キロメートルにも、渡って、その数育住にも及ぶ。 当社総合が築かれていたものである。御上寺所蔵御上寺境内小津では50を超える建築物が記されている。成り立ちについては明らかではないが歴史はかなり古いらしく、おそらく最も古くは938年の低神高期で言及されており、さらに、今若物語巻15のほか、続本庁お城伝でも、 平安時代中期の区下、吉重の安種が呂伊林寺に住まっていたとの記述が見られる。また、天台修入寺門跡歴代では、憲法年間の大焼け種が門跡初代である。鎌倉幕府ともゆかりがあり、二代目将軍源、頼家の子、九行も門跡を務めた。鎌倉時代に栄えた後1336年、戦火に巻き込まれ消失したが、 周囲と名所図絵によれば、霊館寺二校により、獅子型に桜谷町あたりに衝動が再建されたという。明治の初年頃に、再び廃絶した。現在でも多数の遺構が残り、河原、陶磁器などが多く出土している。如意い寺石調査会らによれば、本堂跡は、標高415メートル、飴神社とにいが山頂の間、やや南の地点で、東西三十メートル。 南北40メートル程度の平坦地。北、東、西は崖に囲まれ、南側は谷となっている。千人塚山中には千人塚なる石碑があり、これは太平洋戦争後期、山中に豪を構築していたところ大きな壺に入った大量の遺骨が発見され、それが祀られたものである。池の八地蔵、池の八地蔵薬草園、池ヶ谷地蔵、池地蔵などとも、 京都市左京区波田口如意ヶ岳町。如意ヶ岳登山道山頂付近により北上、または、比叡平より南下したあたりにある。如意寺由来の地蔵菩薩像で、高さ約1.5メートル、昭和京都名所図によれば、如意越しの道半ば。かつてはこのあたりの崖下に、池があり、それが、名称の由来であるとも考えられる。この池は現在は見られない。伝によれば、 浄土宗根州光明寺に属し、江戸中期から信仰を集めた。また付近は、ホトトギスの名所であったようで、渡り忠明は、格好を聞きに、池の谷にまかりで、との言葉書きで、奥、山の池のあたりのホトトギス影さえ見えてなる渡りつつと、読んだ。春には、山桜が見られる。現在、病気回復や、商売繁盛で信仰を集めており、また境内には、 薬草園があり、多種の薬草が植えられている。雨神社う神社う社大臣とも。かつてはここに、赤竜社、竜王社、竜王祠、龍竜王宮などと呼ばれる社があり、それを継ぐ者。大山積命などが祀られている。雨乞いのための社。京都某木師によれば、岡崎神社の末社。かつて如意寺の鎮守社であった。地図上では大文字山頂と如意ヶ岳山頂の間に、 位置する。昭和京都名所図によれば、1917年、岡崎神社に移されたが、その後最高。にょいこ市の中ほどより北に分け入ったところにあり、7月16日に、霊祭が行われているという。かつては周囲に大きな池があったが、現在は小さな池と、かつての包みなどが残るのみである。雨神社と赤竜舎の童貞が、 呂寺発掘調査の足がかりの一つとなった。八神社アメノミナカヌシ神、高見結び神など宮中や神を祀っていることが由来で、浄土寺村の地主神、浄土寺の鎮守者。延期年間創立、かつての名を十前寺社。かつては広大な社域を有していたとも言われ、浄土寺は馬場城などの地名が、王子の規模を忍ばせている。空海が、 日枝山に参る時に立ち寄ったとの伝承も見られる。1988年8月12日、不動産業大手地産及び財団法人社会スポーツセンターが大文字山の北斜面にあたる北、白川南ヶ原町に18コース、約100ヘクタールのゴルフ場の建設を計画していることが発覚する。これに対し、景観面での問題のみならず、 農薬汚染や土砂崩れについても懸念が発生し、北白川学区、第三近林学区の住人の一部を中心に反対運動が展開された。一帯は、九条土地村の共有地であったが1969年に大阪の不動産業者の手に渡り、それ落ちさんが1972年、または1974年に購入したもので、1983年、頃から、 ゴルフ場建設を計画していたもの。こと保存法では、大の字のひどこについては、開発を規制されているのだが、それ以外の場所については、市街化調整区域、第一市風地地区の指定により宅地造成に制限は、あるものの、あらゆる開発が規制されているものではなかった。11月に、それぞれの学区において、ゴルフ場建設に反対する団体が別個に発足。 反対運動を開始する。翌1989年3月27日には、京都弁護士会公害対策委員会が、大文字部会を設置、京都市に意見書を提出するなどする。1989年8月に行われた京都市長選で反対派は、ゴルフ場反対との姿勢を明らかにした、日本共産党推薦の木村万平候補に接近、共闘するも、公明党、 民社党が推薦、自由民主党が支持する田辺智之候補に321票差で敗北した。その後大文字山の沢水、地下水を利用していた京都大学の学生なども反対運動を展開する。1989年12月6日、地産は市民らの反発が強いことを理由として計画を白紙撤回した。なお、送り日に関わる大文字保存会は、 中立の立場をとっていた。その後1990年のゴルフ場等、建設指導要項、及びその1993年の改定で、京都市では2012年現在開発許可を必要とするゴルフ場の建設は認められない。ありがとうございます。